彼女の幸運が人の光で守れた人とはなし幸せを知る。その足元に伏して魂でその幸せを吸い込む。初めて作から全ての君を誇るな。火のように彼女が送る。それが全て幸せだから。幸せはここにある。今この瞬間場所の扉は出入り口があるけれど、その先にあるのはただの恐怖、暗闇だけ。だけど幸せはここに、生きている一瞬の中で見つけられるもの。もし生まれてこなかったなら苦しみを感じなかったけど、それでも一瞬の幸せを味わったものは祝福されている。幸せは短い瞬間にしか見つからないもの。その瞬間を宝物のように心に抱きしめるんだ。幸せはここにある。今この瞬間に輝く光、過去は苦く未来は暗いけど、今日僕たちは幸せをつかむ。この厳しい時代にもし小さな家があれば、ほんの少しのパンでさえ感謝すればいい。誰でもない、誰の主人でもないなら、その自由こそが本当の幸せだって知っておくべき。僕の君とは見えない鎖に縛られている。たとの命令に従って日々を生きている。でも君が小さな家で自由なら、その自由こそ全てを超える幸せなんだ。昨日の失ったものを思い出すな。それは過ぎ去った砂の上の足跡のように消えるんだ。まだ来てない未来に過去の期待をしないで、今この瞬間こそ君の幸せなんだ。明日何が来るか誰にもわからない。だから恐怖や不安を引きずる必要はない。今君が感じる息遣いを感じ取って、その瞬間こそ本当の幸せなんだ。私たちは見られるか、知っている。喜びか悲しみか、それとも人間の暗闇か。でもあなたいない時間、その瞬間感覚を見つける。私は笑顔を見つける。幸せは今この瞬間の中にある。私たちは皆永遠ではないけど、月の下で幸せを感じることができる。月の下での人生は遠い夢のようなもの。影のように光の中では見えないけど、暗闇で現れる。でももし君がこの瞬間に幸せを見つけたなら、その短い瞬間でもそれは黄金のように輝くだろう。涙なしには幸せは得られない。